はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。子猫のしっぽ1号2号様、静香様、毘沙門天 X 様、ご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただきまして誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金に活用させていただきたいと思います。九州が梅雨入りしたそうです。余裕があれば折りたたみ傘など持ち歩いた方が今後は良さそうですね。画像提供ありました。蓮舫を応援するおばあちゃん、おじいちゃん、おばあちゃん、プラカード持ってるのはおばあちゃんです。顔が隠れて、おりますけれども、どんと小池の意味がわかんない。小池って動詞だったかなっていう、小池ルナということなんでしょうか。どんと朝日で朝昼な、ドントコリアっていうのでズルすんなって意味でアメリカの慣用句になってるそうなんですけれども、ノー小池あるいはノーモア小池の間違いじゃないかな。詳しい人教えてもらいたいんですけど、英語のね、やたら横文字使いたがんですけれども、この人だってね、あのパヨってさ、落とし目してて、あれなんだね、やたら使いたがるんだけど、反米のくせに米軍基地反対とかやるくせにやたら英語使いたがんだけど間違ってるっつう。ドジャース公式さん、日本テレビとフジテレビのメディアパスを剥奪した。6月16日発表。大谷翔平選手の自宅の詳細や航空写真まで出したんだって。近所へのインタビューを放送したことはスーパースターを危険にさらすものだ、というコメント付き。世論です。バカで草。低視聴率富士ざま。富士日テレ終了。富士テレビどんだけ落ちぶれていくんだよ。視聴者が知りたがってるなんてアホな言い訳しそう。全力で乗っかって拒否され臭すぎる。思い上がったマスコミに鉄槌を。自分とこの不祥事ちゃんと報道してね。オワコンテレビの断末魔。ダサすぎ、本当に終わってんの。日本の恥。大谷ばっかしだからむしろちょうどええわ。日本の恥の意見に賛成であります。テレビは本当に日本の恥で、日本人でもないくせに日本人ずらして何やってんだ。日本人になりすまして、日本人と来たらみたいな風に思われちゃうだろうがって。お前ら日本人でもね、くせにって。ニュースやワイドショーでの大谷量が異常で、どこ見てても大谷ばっかし。みんなが野球に興味あるわけじゃないだろうっていう批判も一部ありました。日テレ富士以外はこのまま大谷垂れ流し続けるんですかね。楽そうだしね。メディアパスを剥奪された日テレと富士、今後一切大谷放送できなくなるかというとそうでもなさそう。ドジャースから買った試合映像や写真は放送できるだそうであります。世論です。取材を受ける義務なんかない。WBC の時金払ってなかったから映像使えなくて、紙芝居やってた曲があったような。どこでしょうそれ。そんなことがあったのか。映像使用できても自分のところの記者やカメラは立ち入りができない。独自の取材はできないから大谷特集とかは組めないな。囲み取材の映像がなくなるのは確かだろう。買えばいいなら現地取材とかいらんかったんや。最初から買えばよかったんじゃねえかっていう意見もありますね。ドジャース選手への犯罪被害。ヤシエル・プイグ、2017年3月、8月、10月、2018年 9月の4回空き巣に入られた。しっかりしろよ防犯体制って気もしますけれども、あるいは引っ越せよそんな物騒なとこって思いますけど、2023年7月フリーマン宅に空き巣、2023年8月フリックスマンシー宅に空き巣、2023年8月ミゲル・ロハス乗用車内窃盗、2023年10月エヴァン・フィリップス宅に空き巣。犯人たちが有名野球選手宅と知りつつ侵入したかどうか不明なんですけれども、ドジャース選手に限っても毎年のように複数の犯罪被害がありますね。本拠地ロサンゼルス、らしいんですけど、こういう人らはロサンゼルスでも高級住宅地に住んでると思うんですけれども、それでもこの有様、この有様。大谷選手結婚したばっかですからね。自宅の場所をバレちったら身代金目的で奥さん誘拐って危険もあるわけで、視聴者に対して不適切な取材を行ってしまったことへの説明と謝罪も必要となるでしょう。フライデーさんかな、きつめのコメントを書いてましたけど、日テレと富士がそんなことするわけないですよね。そういえば、どこまで行ってもですね、俺は悪くないって開きなる体質
は昭和のままですよ。自浄とかですね、自ら改善とかいう言葉はこいつらの辞書にはありません。原作者が自殺したセクシー田中さんのドラマ化の時だって監修で契約書を交わさなかった、今後も交わすつもりはないって開き直ってたしね。原作者本人もですね、キャラ崩壊するような改変は原作を傷つけるって抗議してました。どのぐらい原作を傷つけたかというと、原作者が自殺するぐらい傷つけたんでしょ。再発防止のためにですね、日テレの石澤社長がですね、今後は原作者との認識の齟齬をなくすため直接の面談を要請し意見を聞くよう試みるとか言ってましたけれども、こんなの聞いたらね、あの改編を承諾するまで圧迫面接されるんだなってしか思わないでしょ。クリエイター側としてはさ、日本人じゃないやつが日本人ぶって世界に日本の恥さらし、それが日本のテレビ局。そういえばですね、日テレ、6月27日に株主総会なんですよ。フジテレビが6月26日に株主総会なんですよ。これ株主に詰められますよ。なんでこんなことになっちゃったわけって、詰められますよ。っていうか、詰めてくれませんか。株主の皆さん、株主総会に行こうと思ってる日テレ富士の株主の皆さん、ギャンギャン詰めてもらえませんか。日テレと富士の株持ってるような人は私の動画見てないかもしれないですけどね。東京都知事選、6月15日現在の立候補予定者は54人。フライデー、政見放送10時間の超、10時間超、政見放送だけで10時間超、1人10分ぐらいあるのかな。エンタメ化する都知事選と批判の記事書いておりました。世論です。まさに地獄絵図。NHK どうすんのこれ。大相撲より長いんか。おもろくないとお前ら見ないやん。青島あたりからエンタメ化してたやろ。10時間ぶっ通しの奇人変人コーナー。政見放送は法で決まってて絶対にやらなきゃダメなんだな。これが NHK は2回流さないといけないから20時間か。今回はさらにめちゃくちゃになれそうと。迷惑系国民が殺到してますね。今後ですね、毎回こうだと都知事選お祭り騒ぎだと対策の法改正されるでしょうね。前々から思ってたんですけど、私人口57万人のね、鳥取知事選挙と人口1400万人、これあのフィンランドとかイスラエルとかデンマークとかで全然多いんだからね、の都知事選の供託金が同じ300万っておかしいよなって前々から思っておりました。鳥取、知事選は57万円で良くないか、供託金。都知事選は1400万円で良くないか、そうした方が良くないか。例えば、200万人ぐらいの、福島県だったら、福島知事選挙の供託金は200万円とかさ、人口に合わせた規模の供託金が必要なんじゃないんですか、これ。大阪だったら800万円かな。そのように法改正した方がよろしいんじゃないか。今後毎回毎回、都知事選に100人も出ますので、選管の方だって大変でしょうが。今日の単身です。コロナが終わり、リモートを終了する企業続出。結果的に満員電車大復活。リモートで仕事って無理があるんでしょうかね。やっぱりね、サボってるんじゃって、どうしても疑われるっていうかね。営業で数字さえ出せばいいってとこだったらですね、一切出勤せずとも直行直帰でいいかもしんないですけどね。連絡とかのデータのやり取りはパソコンでやってさ、ノーパソ。あるいはトレード関係、数字さえ出せばいい、儲けてればいい、円とドルの取引であるとか、そういう人ら、人に挟まれて体が浮いたことがある、足利きですねこれね。混んでる電車が嫌で朝6時頃に早くにね、通勤、会社に行くガラガラの電車で通勤してた知り合いがおりましたけれどもね。沖縄県議会選挙が、昨夜、あったそうであります。基地反対のオール左翼が20議席、自公維新で26席で、議席で逆転してしまいました。デニー絶叫ですね。左翼の野党転落は16年ぶり。オール沖縄っていう名前の、基地反対派が長らく、多数派だったんですけれどもね。それが16年ぶりに逆転してしまった。自民18から20へ、公明2から4へ、共産7から4へ、立憲4から2へ減ってしまった。デニー
知事は基地問題ばっかり嫌気されたみたいであります。掲示板ではパヨが発狂しておりました。望まぬ結果となった場合ですね、沖縄の有権者の悪口言ってんのは毎度のことであります。沖縄県民バカバカとか主語がやたらでかいのは昨日解説したパヨあるあるですね。幼稚な人の特徴にも完全一致してますけれども、次はやっとまともな知事になるのかな。なんか潮目が変わりましたね。これは高齢者の自然現象でですね、左翼に投票しているような高齢者が4年前より減ったっていうことなのかな。その影響でしょうかね。岸田総理サミットから帰国、外交成果をアピールしたが、ANN 調査、これテレ朝系ですね、内閣支持率が 19.1% で過去最低を更新。入管法改正は良かったんですけどね、それ以外は全然分かってないですもんね。実質税負担率は来年も上がる予定だし、それでも沖縄では自民が微増したんで、自民じゃなくて岸田総理自身が嫌われてんじゃないかって私は分析いたします。丸の内サディスティックの歌手ってなんつったっけ忘れしちゃった。どうでもいいっすね。チャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックス邪魔。